そして こちらにサブタイトル未知の愛知へというふうにさせていただきました。私たちはなぜ合気道の稽古をするんでしょうか。そして合気道をするんではなくて合気をしてますでしょうか。そういう問いかけをしながらこれからの合宿も時間を大切に過ごしていきたいと思っております。答えはそれぞれ皆さんの中に芽生えてくだされば白日大起動会の合同合宿も意味が十分に伝わってくれるだろうと信じて稽古に参りました。そういう問いかけをしながら私たちは合気道をしているようなつもりであったと思っております。ここにまだまだわからない隠れて見えないものが、稽古の中から発見できたらな、あるいは呼び起こすことができたらなと、そう思いながら、60近くまで稽古に励んでまいりました。本当に皆さんのおかげだと思っております。ぜひ開会式からもう閉会式の話に移るのは早すぎますが、閉会式を終えて家路に着くときに稽古ができてよかったと思っていただけるような合宿にしたいと思っております。ぜひ、和やかに楽しく交流を深めてこの3日間を共に過ごしてまいりましょう。改めてよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは、企画一部